アベナさんこんにちは、2年前の2016年の夏に小規模水路の貝をタウナギを釣るっていう動画をアップいたしました。で、あの時はリールザオで結構こううまくアプローチできなかったりとか、結構ストレスがたまることが多かったりとかして、なかなかうまくいかなかったです。で、最後になんとかガルプを目の前に置いて、それを穴に持っていこうとしてこう加えたやつにこう合わせを入れて体のところにかかってなんとか1匹釣れたっていう、そういう状態でした。で、あの年の秋にこのジェオンレジャー産業さんの岩の隙間像というのを皆様に紹介しました。で、その次の年に私が実際に使ったり韓国に行ったりして、もういいなと思って取り扱いも始めました。そういう流れだったんですけども、ってことはこの2018年っていうのはこの新兵器を持った状態でタウナギ釣りに挑戦するということができました。で、やってみるともうリールザオではできないことができたりとか、できないアプローチができたりとかして、もう今世の中に存在している竿の中でもうタウナギはこれが最強だっていうことが分かりました。ということで前回と違って、タウナギを完全攻略いたしましたので、ぜひ最後までご覧ください。
ください。よいしょよいしょ。すごい力、すごい力、すごい力、よいしょ、すごい力、すごい力、すごい力、おお、すごい力、すごい力、おお、すごい力、よいしょ、まさに穴釣り。
おお、いいよいいよ、いい流れ。ああ外れた。いいあれだね、ファイトシーンが撮れたんじゃない。